ケスゲカレックスデュバリアナは、カヤツリグサカスゲ属の植物。いわゆる本ンジスゲ類の一つで、植物体全体に細かな毛があるのが特徴である。前層細い葉を持つ多年生の双本。株ごとに間を空けて出て、短い根茎を出す。家系、養心、基部の鞘など地上部全体にわたって一面に毛が生えている。葉は幅1.5から2ミリメートルで、 柔らかくて一面に毛がある。木部の鞘は、暗褐色から栗褐色に色づいている。カキは4から5月。家計は高さ10から50センチメートルほど、ジョの形として波長コボが優勢、側コボは姿勢。コボは、家計の上の肩3から10センチメートルほどの幅に、集まってつき、側コボは2から3個、下のものほど互いの間隔が広い。 ガワコボの基部から出るツトは基部に短い鞘があり、先端の腰心部は針状から洋状に発達し、毛がある。ツトの腰心部は下のものほどよく発達する。いただきコボは優勢で線形をしており、長さは1から2.5センチメートルで、柄がある。オバナリンペンは緑白色で、先端は鋭く尖る。ガワコボは姿勢で線柱形で、 長さ0.7から2.5センチメートル柄がある。メバナリンペンは緑白色で、下方より短く、先端は鈍く尖るか、短いのぎになっている。下方は通卵型で、長さ3から3.5ミ、mm、リメートル、表面には毛を密生し、先端は短い口し状に突き出し、口の部分には2つの小さい四条突起がある。果実は下方に密に包まれ、 東卵型で、長さ2.2から2.5ミリメートル、先端には万丈の付属物がある。中東は3つに割れる。本州では、関東地方異西の太平洋側に分布し、それから四国と九州に見られ、国外では、中国安岐省から知られている。C、下肢体の落葉紅葉樹林に生えるとも言うが、落葉樹林には限らないようである。玉丘陵では、 本文字すげとともに最も普通に見かけるものであると言うが同時に各地ではそれほど普通のものでもなくその分布には偏りがあると思われる。岡山県でも本土部の林園や露房から島所部の乾燥した林園や臨床まで広く分布しているとされる。他方、和歌山県では北部のみに生育地があり、その生育地が蛇紋岩地に偏るとしている。 本種はいわゆる本文字すげ類の一つで、これに含まれるものはどれもかなり似ている。本種の場合、特に本文字すげしピザフォーミスやオイトすげしいアルターナフローラに大きさや形が似ている。しかしながら植物体の全体にわたって毛が多い点ではこの類では他に例がないことから判別は容易である。そのために、 これまでこの類の分類に諸説あった中でも、本種に関しては、独立種として扱った例がほとんどである。同じく毛が多いものに、毛平すげしいマイアバーナがあるが、この種は歯には毛がほとんどないほか、下方に長いくちばしがあるなどの点でも異なっている。以下、種として、星のほか、P318 星のほか、P132 星のほか、P132 二勝山。 P219 勝山、P219 高橋監修、P633 星のほか、P132 和歌山県、P257 なお、この書はこの時点では、和歌山県で純絶滅危惧としているが後に指定が外されている。勝山、P219 まさきほか、P2 勝山 P175 から176、ありがとうございます。